こんちゃーす。中までたっぷりちはやです。100人回りをチャレンジじゃないよこれやばそうだよね。相当直で走って降りる。うん、違う。じゃあ歩いて降りてみましょうか。違う。じゃあここはもうテクニックでいくか。高さ合わせジャンプからの左。あ、どっからかスピンでいけそう。こんな感じで。いやー、それでもダメか。茎強えな、やっぱ。はい、オッケー。まあ何回かやってりゃクリアできるかなって感じですね。最近使われている全自動。使われている？使われている？あ、ギミックか。ギミックのことか。うおー、すげー。ピンポイントで当たらねえ。おお、これ1画面だけだけど、伸ばしたら相当すごいことになりそうだね。20秒ワクワクドキドキスピロン。1、2、3、ガリアン。まず OK。 左、下、右、ジャンプしなくても大丈夫だった？あははは。ほっほっ、手前で降りて。うわあ、これももっと左で降りないと。スピンかー。短いっていうのはさ、精神衛生上いいよね。これが220秒スピランとかになるとさ、もう最後の方で死ぬとやる気出ないから。ピン、オッケー。残り5秒。まだ走らせる？これは大丈夫そう。オッケー、クリアー。やっとこういうの作れた。出た重ね合わせだこれ。俺が動けないちなみに上にいいねされたら仕返しますって書いてありますよ。バブルが重なるのはもう見えてるかな。おー、重なってる。すげえ綺麗。なんかネオンライトみたいだけど、なんか途中からちゃんと重なってねえぞ途中はすんげえ重なってたのに、ほら、なんかもう途中から重なってねえぞ何だろう、この何とも言えない感じはちゃんと重なりきれてないですね、残念なことにね。でもこれマリオ3のさ、ファイヤー、このバブルだったらもっと綺麗になんかできそうだね。これちょっと誰か作ってくれませんか。期待期待、よろしくお願いします。お、ネタコース第5回。ドアに入ってきます。ええ What's え、どうなってんのこれ。なに、やいやいやに、嘘。普通に歩く分にはいけるけど、ジャンプすると何かに乗るぞこれ。あ、ここはねえんだな。何のブロックが果たして隠れてるのか。これあれだな、ドアの後ろに何かがあるな、さては。でも持てねえってことは、雲かなんかが隠れてんのかな。そういうことなんでしょうね、きっとね。はい、生放送でクリアしてるつもりだったやつがクリアしてなかったね。多分タイトルが似てただけだね。これやっていきたいと思います。初代、じゃない、スピラン。
初心者でも楽しめるスピラーン。ドン。なんか似たような感じですね。やっぱりね。統一性があるんでしょうね。反応悪いなぁ、最近。もっとレスポンス良くしたいね。かぶって。耐えた。1、2、3ガリア。ミスだけど、OK。これはヒップドロップ。あー、ドン。右、左、OK。1、2、3ガリ、ゴール。OK。これぞ、これこそ神と言われる下長押し全自動。おーすげえな、確かに。こんだけごちゃつかせてすげえな。絶対に止まってはいけないマリオってやつだよね。行ってみましょう。結構これ、やばそうな匂いがするけど。おー、間に合った！一発クリアしたぞ。でもすごいね、多分 9.990 以下の多分クリアタイムだと思います。000出るってことは。あ、9.988 でもあれなんだね。こうなるんだね。ではこちらのコース行きましょう。1-1、ベリーイージー。これ多分めっちゃ難しいんだろうな。長いしというか。536分の0でしょ。どういう感じ？光明系で来る？それとも敵が乱雑に置かれてる感じか？あー、そういうこと。はい。うん、全部リンクしてますね。そういうことね。入れないよ。うわぁ、よいしょ。ちょーい。はっ。うわっ。あー、頑張ったけどダメですね。お、トイヤ、セイヤ、ファイヤ。死ぬよ。と、見事。ほっ、スピン。1、2、3、4、5。よし、オッケー。待って、危ねえ。あー、クラッチした。投げて。うわー、だー、ゴール見えたね、でもね。あ、なるほど。あいつに踏んでもらえばよかったんだ。お。え、これどうやってクリアするのよ。上か。あー、クリアできたのにもったいねー。おぶねえ。やっとクリアできた。めっちゃ時間かかった。30分以上かかったな、これ。うわぁ、マジか。今日はもうここでやめとこう。あ、お疲れ様でした。初クリア。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。ウォーシップサーガ？どんなゲームだ？
敵戦艦をうがて弾幕射撃もう一丁。世界の覇権を握るのは俺だ。行くぜぬるりと。